伊藤義駅は、戦国時代の武将、日向国の戦国大名。日向、伊藤氏十二代当主、戸の氷上主。諸子であったが、兄、菅虎丸が創生したため後継者に定められ、永禄三年に家督を相続し、戸の氷上主となって、義助の貢献を受けて、伊藤家の前世紀を築いた。自由に優れ性格も温厚であったため、父以上に、家臣団、 民衆から慕われたという。家督相続後も、党首として引き続き、殿野氷にあり、佐渡原城の義助との二等政治が行われた。A612 年、殿野氷の岩崎稲荷に賛同中、病にかかって死去。殿野氷城中すべての者が停発して、菩提を弔うという異例の葬儀が行われた。性質は一条某との娘、秋田で、 伊藤氏と敵対関係にあった薩摩藩側の資料、本藩人物史によれば、伊藤大井之助の計らいで結婚したという。秋田との間には、吉方、幸政、アトらの方を設けた。義役には、正室、秋田の他に側室がいたという話も伝わるが、伊藤氏の経図等には、記載がない。薩摩藩側の資料、本藩人物史では、野村松綱の妹である福縁は、 義役の結婚前からの側室であり、一条氏との結婚後に野村家に返される。しかし秋田の命により殺害され、野村氏が伊藤崩れに加担する縁因になったと書かれている。同じく、薩摩藩側の資料、鹿児島研究記雑録集維持地記安著作資料集3の野村氏系図でも福縁が義役の側室とは書かれていないものの、 義液婦人の命で殺害されたことが記載されている。ありがとうございます。